確かに最近遅い時間が続いてたので、6時過ぎですけど、早いですね、最近に比べたら。イエーイ、早いけど今日も安定のスピンをメイクすればよかった。めっちゃスピンです、スピコだよ。イエーイ、ヤッホーこんばんは。いやね、今日は19時からベストヒット歌謡祭の方に AKB が出演するのでね、その前に配信しようと思ったんですよ。なのでこの時間です。皆さん見てください、 AKB48 が出演しますよ、19時からベストヒット歌謡祭。昨日早く寝れました。もう12時半には布団の中だったもんすごくない？私にしたら意味わからんくらい早いでしょ、12時半は。お腹すい、確かにこの時間一番お腹空いてる時間だよね。みんなご飯食べましたか？6時だからね、まだね、私はまあ食べてないです。録画してるよ、さすが。はいはいはい、よし、イエーイ。ツイッターに大阪といえばの動画あったけど見た。え、見てない。何ですかそれこの配信のためにまだ食べてません。なんかすいませんみんな何食べるですか夜は。お腹すいたら、この時間ってお腹すくよね、この時間。おいしいおいしい。ポッキー食べる、ポッキー食べた、みんなポッキーみんな食べた。私は食べましたちょっとだけ食べたイエーイ、大きいの日だからね。ベストヒット開催出るメンバーが大手でいろんな大阪のこと、そうなんだ、見てなかった。またスモアルに出てって、ぜひまた出演させていただけたらいいなと思っております。楽しかったから、あの空間がめっちゃ最高だった。普通に行きたいです。あ、普通にプライベートで行きたいくらい好き。あの場所が楽しい。何時まで配信しよっかな。7時から、45分に終わります。18時45分、早い、50分、まあ45分ごろで大きい、私が食べたポッキーめっちゃ美味しかったです。なんかね、何味だったか美味しかったのに覚えてる。バターキャラメルみたいなやつだったと思うんですけど、すごい美味しかった。また食べたいと思いました。ぜひ見つけたら、もうめっちゃお店ポッキーって感じでした。ポッキーが並んでた、ズラーって。美味しい、めっちゃ美味しかった。またキャラメルか合ってるか分かんないけど、そんな感じのやつ初めて見た。めっちゃ美味しかった。ぜひ食べてみてください、見つけたら。すごいいろんな種類がねあるんだね、ポッキーって。はい、と思いましたね。期間限定かな、初めて見た。
限定なのかな。美味しいよね、ポッキーって。でさ、1111ってさ、ポッキーの日にしたのがすごくないですか。もうポ11月11日といったらもう赤飯ポッキーの日じゃないですか。なんか、あ、11月11日をポッキーの日にしたのめっちゃすごいなと思いますね。誰目線って感じだけど。アイスマンチの日はないの。確かにありそう。ないんかな。月曜日の目撃食に当たったよって。やったー、お待ちしております。楽しみましょうね。ちょっと余計緊張が増してきましたね、本番近づいてきて。やっぱ久しぶりだしね、まだ8人公演の経験が浅いですから、目撃者公演のより緊張してしまいます。ブリッツもいっぱい並んでた。あとトッポいっぱい並んでたよ。劇場に行くのめっちゃいい。あ、でも全然10月、あ、違うか、9月、9月以来かな。そうでもなかったわ。9月のあの YouTube やりますって言ったの以来だと思うから、2ヶ月ぶりです。でも出演するのは本当に久しぶりですね。楽しみです。今日は電池の日でもなかった。電池の日プラスマイナス、うーん、へえ。どういうこと。ああ、はいはいはい、へえ、そうなんだ。電池の日、電池ね。大事ですから。電池、電池。そんなすごいね、いろんな、今日は何の日ってすごいいろんなあるんだなって思いますけど、電池の日なんて、ね、すごい、そんな日があるんやなって思うよね。いや、毎日あるよね。だってさ、劇場公演の時に結構調べるんですよ、メンバー間で。劇場内の MC のお題だったりとか話題を考える時に、今日何の日だろうっていうのを結構調べたりするんですけど、今日はなんとかの日らしいよみたいな、そんな日があるんだねっていつも驚きます。なんかすごいよね。と結構調べるんですよ、みんなで。今日は何の日って実はね。手は大きいですか。大きいです。わからない、わかんない、どうなんだろう、基準がさ。でも大きいなと思いますけど、友達とかなんだろう、人と比べた時に自分より大きいのを見たことないです。絶対自分が大きいなと思う、いつも。何にもない日、そうだね、何にもない日は確かにないよね。どうですか、手大きいですか。私の手見てみんな。じゃーん、出そう、出そうはこっちか。私占いに来てんだよね、とっても。
すごく当たるとこに行きたい。普通の手、なんかてかさ、なんか最近さレッスンしてて、私めっちゃ黄色くねって思ったんだよねなんか私黄色いなって思ったなよ。なんかすごい、なんかメンバーと比べてさ、でもさ、なんか俺イエベとかブルーベとかあるじゃないですか。でも私はブルーベだったんですよ、調べてもらったら。だから気のせいかな、え、黄色く、なんかそう思ってさ見たらさめっちゃ黄色く見える。あ、でも調べてもらったのはお顔の肌、顔は黄色くないか。そんな、手がめっちゃ黄色い気がする。え、気のせいか、照明気のせいだね、気のせい気のせい。そう、私手めっちゃね、なんかすごい褒められる。なんか触り心地がめっちゃいいっていろんな人に言われる。ほっぺと手はすごく褒められますなんかね、いいらしい、触り心地が手の生命線。私めっちゃ短いんですよね、びっくりするわ。見て、見えないか。だってさ、みんななんかこの辺まであるじゃないですか、びっくりするね。もうこの辺でなんか、しかも最後枝分かれみたいなしてるし、綺麗にこの辺で終わってますよ。短すぎん？なんか自分が短いと思ってなくってさ、人と比べた時にめっちゃ短いやんってびっくりして、一時期めっちゃこうやって線描いてました、指で爪で超伸ばしてた。いや長生きしたいなと思うけどめっちゃ短い。みかん食べ過ぎ？今日みかん買った。食べよう、いっぱい。じいちゃんばあちゃんが長生きなら大丈夫。大丈夫か、じゃあ大丈夫か。そんなもん？そんなもんか。占い行きたい、めっちゃ。なんかでも何を見てもらいたいかって言われると難しいんですけど、まあいろいろ見てもらいたいけど、なんか言い当てられたいです。あなた今なんとかでしょみたいな。それでおお当たってるってなりたいみたいなそれで行きたい。なんか あなた今アイドルやってるでしょって全く知らないのに急に言われたらびっくりするじゃないですか。え、してますとか、なんだろう、あなたの家族なんとかでしょとかさ、すごい誰も知らないようなことをさ言い当てられたらさ、うわ当たってるってなるじゃないですか。小さい頃なんとかだったでしょとかさ、そういうのをうわーって驚きたいなーって思います占い行きたい。占いつ、え、最後に行ったの言ってた、あ、アンロケの時か、アンロケの時だ、あの占い、手相占いしてもらった。あの時はでもなんだっけ、あ、なんか勝負ごとに弱いとか、山口のね、あとなんかあれ15歳の時とかの撮影だったんですけど、なんか今後こっから5年間はすごく運気がいいよって言われたんですよ。だから二十歳までに何かなんか大きなあれがあるんかなと思っててね、それを信じて今生きてる。というかだからね、今その5年間のうちなんですよ。だからもう二十歳までだからあとちょっとしかないです。だから今私の運気は最強なんですよ。そうそうそうなんですよあの占いによるとね、私は今運気が最強人間なんです
占いって誰にでも当てはまるようなこと言う感じ。でもさ、本当に当たる人ってめっちゃ当たりません？前メンバーといたことがあるけど、占いにすごく前同じとこに行ったんですけど、違う占い師さんに見てもらったんですよ。私の占い師さんはまあまあいろいろお話していいって感じだったんですけど、一緒に行った子はすごいお部屋に入った瞬間すごいなんか言い当てられたみたいな言ってて、すごいな。まあまあ そうですね、いろんな方がいらっしゃいますしって感じですけどね。面白いよね。私は信じるタイプなんで、占いとかバリバリめっちゃ信じちゃうタイプ。まあね、いいことだけ信じてるもんね。運気最強だね。最強や。心理テストがやっちゃうやっちゃう。占いもう忘れちゃったな、あの時。でもその昔アンロケの時より前に行った占いは忘れちゃった。何言われたか。だからこれって なんだろうな、すごい悩みを相談してでお話しして帰ってきちゃったみたいな感じだったから、あんま占いというちょっと時間無駄にしちゃったなと思ったあの時は。三軒回って同じこと言われたら死んでる。なるほどね。確かに。なんかでも私の母の知り合いの方が行った占い師さんがすごくびっくりするぐらいなんか言い当てられたみたいな話してて、行きたいねって話してるんですよ。すごく癖の強い方らしいんですけど、そこに行くのが夢なんです。じゃんけんしちゃダメって言われた。勝負ごとね、弱いって言われたんだよ見事に。そう、人生相談になっちゃった。山口のより前に行ったやつね。確かに女の子占い好きな人、笑顔で健康で過ごせたらいいんじゃない。そうだね、その通り。結局ね、確かに確かに。そうって言っても当たるもんなんかね。すごい。シワシワ多い、手のシワ。
いやあとちょっとあと30分で始まっちゃうよ。いやねみんな、でももうは髪がまとまっておりますな。あ、そんなことなかったそんなことなかったです。ちょっと言うこと聞かない髪の毛がいるんですけどね。おおおおおお、はいはい、今日も髪が伸びたけどそんな毎日どんだけのスピード伸びてる。いや伸びたよね、もう肩つくもん。隠れん長さ好きですか？本当に？私もです。切りたいなと思うけど、まあ伸ばします。今日はね、みんな何してました？私の今日の思い出は私の今日の思い出はね、なんだろうな、一番の思い出はなんだろうな、うん、横向くとね、わかりますよね、めっちゃ跳ねてるの。ここやばくない？めっちゃ跳ねてる。後ろがね、すごい跳ねてるうん、今も仕事してるよ。そうだよね、だってまだ6、いや6時半。頑張ってください。お疲れ様でございます。昼まで寝てて毛布洗濯した。あ、昼間の帰り最高やん。最高の最高やな最高。私は今日目覚ましをし忘れてたんですけど、昨日早く寝たおかげで今日は早く起きれました。しかもめっちゃ最高の目覚めやった。パッて起きれて、いつもで二度寝しちゃうんですけど、死闘になっちゃうの。あ、起きたくないなって。でも今日パッて起きれました。目がパンって開いた、起きた瞬間。ショートにすると跳ねやすい。いや、ロングの時も跳ねやすかったんだよね。癖があって、全然どっちもどっちやな。編集大変大変大変、絶賛仕事中。頑張って頑張れ。ウルフカ、いやウルフカットめっちゃしたいんですよね。ウルフカットしたすぎる。したいけどもう無理だもう無理だ。
こいいよね。絶対私いいと思うんだよね、ウルフカット自信がある、絶対似合う自信がある、自分で言うけど周りにも言われるし、絶対似合うって。わーしたいな、銀髪でさウルフとか最高じゃないですか。はーやりたい成人式終わったら楽しみます、いろんな髪型をね楽しみますよ。そう、目覚めバッチリだった。ウルフ、したいな、いいよね、おしゃれ、かっこいい。気分が上がりそう。強いね、確かに強くなりそう。うわ、もうしたい髪型がたくさんすぎて自由自在に変えればいいのに。なんかウルフカットにしたら跳ねててもさ、そんな目立たなそうじゃないですか。なんかそれがおしゃれみたいな、逆になりそうだから良さそうだな。いいな。ね、楽そう。うわ、いいな。ウルフカットの人が歩いてたら絶対見ちゃう。厳しい、髪型緩いの。でも厳しくはないなと思いますけど、別にね決まってるわけでもないから、あの研究生とかだとあれなのかなと思うけど、髪型に関して言われたことはないですかね。ね、最近みんないろんな色にしてて素敵。なんか一度もうバッサリ切っちゃったじゃないですか。だからなんか余計にいろんな髪型楽しみたくなっちゃう。まあまあ染めるときは、まあ、でなんぼですよ。刈り上げ小学生小学校の時に一回刈り上げました。こっち両方だっけな、片方だったか忘れたけど、
今考えたらいかつと思うけど、小学校4年生とかだったかな、5年生かなくらいの時にこっち刈り上げました。グワッて、ここだけね、ロングだったけどここだけグワッて刈った。いや今だって 小学5年生とかで11歳とかでしょ、ここグワッて刈った、すごいよね今考えたら。いやすごいなと思いましたけど、いや小学生で学校とかよく許したなって今思えば。こっちだけだったかな。ダンスをやり始めて周りのお姉ちゃんたちがね、みんなこう刈り上げてたんですよ。それがもう最高にかっこよすぎて憧れてたんですよね。でもね、絶対それはね、あんま記憶が曖昧なんですけど、母にね、やっとろって言われた気がするんだよね。私から言ってたより、あんま覚えてないけど、きっとそうだと思う。絶対そうだと思う。母がね、もうこれあげたらあみたいな言った気がする。そんな気がするんだよ。いやめっちゃ良かった。でもね、多分一回きりしかやってなかったと思うけど、もうそのこうガッてやった後学校に行くのが最高にルンルンでした。みんなに見せようってルンルンで学校に行ったの覚えてます。全然後悔、もう最強に嬉しかったです。もうかっこいいってなってたの覚えてますね。ロックだね。確かに。もうやんないだろうけどな。すごい。すごい人生だ。小学校4年生で髪の毛を刈り上げるなんて。みんなの反応薄かった気がするんだよね。意外とみんな反応薄いやんって言うと思ってたのを覚えてまる気がします。ん、思ってたな。みんな反応薄かった気がします。いや今ないよね、こう刈り上げてるダンサーさんとかでいるのかな。あ、内心みんなびっくりしてたみたいな。でもそんないたけどね、周りのダンスやってる子とかお友達でやっこう飼ってる子いたけどね。全然ダンスやってる子は多かったです。多かった。字とか書いてないよ。ああ面白いな。でもあれどうやってやったか覚えてないんだよな。家でやったんかな、お店でやってもらったのか、全然覚えてない。ドラキンやん。あ、もう48分だ。あと12分でベストヒット歌謡祭だよ。では配信を終わりますか。みんな見ようね。19時からいっぱいツイートとかでも盛り上げましょう。AKB48 とかね、ハッシュタグとかつけてね、ぜひツイートしたりで盛り上げてくれたら嬉しいなと思います。お願いします。さあでは終わりますね。
かわいいね、ポッキーのアバター。何かわいいめっちゃかわいい。ポッキーの日にぴったりだね。じゃあランキングを読みます。よし。13位天塚瀬さん、ありがとうございます。12位まさやさん、ありがとうございます。11位ジャリングさん、ありがとうございます。10位コタンさん、ありがとうございます。9位ヌッシーさん、ありがとうございます。8位タートシさん、ありがとうございます。7位トリオヤジさん、ありがとうございます。6位ヒガさん、ありがとうございます。5位ルカさん、ありがとうございます。4位森さん、ありがとうございます。3位はやちゃんさん、ありがとうございます。2位台風一家さん、ありがとうございます。1位ポクレンパサランさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがわーい、ありがとうありがとうございました。じゃあ19時からベストヒットクラス AKB48 出演します。みんなで見ましょうね。じゃあ見てくれてありがとう。またね。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。